はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひとりぽとです。はい、今日はですね、非常になんか古いカメラを昨日ですね、ハードオフのジャンクコーナーで見つけましたということで、このカメラの ご紹介なんですけども、ご紹介というよりはむしろですね、今日は、皆さんにいろいろ教えていただきたいなということで動画を作成いたしました。このカメラですね、はい、こういう、はい、ケースに入って置かれていました。ケースにはですね、ファーストセミって書いてあるんで、こんな風に書いてあります。で、まあ、こういう本当にきちっとしたケースなんですけども、このケースにあとフィルターですね、フィルターとフードがこういう風に入っていました。はい、イエローの、はい、イエローですね、イエローの、フィルターがついた形で、こんな形で置いてありました。で、ちょっといろいろ調べたんですけれども、 どうもこのカメラってかなり古いものらしいということが分かったんですね。ですけども、正直詳しい情報がもうほとんどないということで、おそらくこれはね、皆さんの方がずっと詳しいと思いますので、今日は動画を作成して皆さんにちょっとこれがどういうカメラか教えていただければと思います。ということでちょっとご覧いただきたいと思いますけれども、はい、まずですね、はい、このカメラですけれども、もう完全に折りたたみです。で、もともと私のところに来た時にはこんなちょっといい古いものですので慎重に取り扱いますね。こんな形ですね。で、この、はい、ケースに本当にコンパクトになって、入ってたんですね。はい、こういうもう最初見た時に、まあ、カメラなのかなってちょっと分かんない状態でこういう風に入っていました。で、ケースを開けてみたら、あ、これは蛇腹のカメラだなと思って、で、もちろんこのままこれ後ろにですね、赤窓もありますので、このまま撮影、速写ケースになってますけども、開けてですね、見ました。で、どんな風になったかというと、まあ、古いカメラなのですごくね、丁寧に扱わないと。本当はね、このカメラ取り出した時にここの、はい、ここの皮というかですね、もう剥がれていて、まあ、今でももうちょっと浮いてるんですけども、一応ここはですね、貼り付けました、両面テープで貼り付けました。で、こんな風に、はい、まあ、慎重にですね、レンズを繰り出すわけです。で、まあ、こういうふうに多分ね、縦に撮影するものかなと思います。ファインダーがここにありますよね。 このファインダーです。見て、で、シャッタースピードがこの部分ですね、100分の1まで、タイム、バルブ、それから20分の1、50分の1、100分の1までのシャッターです。で、絞りはどこにあるのかなと思ったら、絞りはですね、ですね、この下のところですね、ここですね、ここに、矢印があって、矢印を動かすことによって、今、開放はですね、4.5 です。で、レンズは、どんなレンズかというと、投光、これはなんで、アナステガマットなんて読むかな皆さん多分読めますよね。ということで、F4.5 の 75mm、7.5cm ですね、のレンズがついています。で、シャッターはどうもこれですね。ということで、シャッターを切ってみると、シャッターちゃんと切れるんですね。はい、シャッター切れます。で、絞りも変えてみると、絞りもちゃんと変わります。ということは、蛇腹はですね、割と程度がいいんですよ。蛇腹良くて穴開いてないようですので、おそらくこれ、撮影できると思います。
撮影できる状態で私のところにやってまいりました。一番苦労したのがですね、どういうふうに、よいしょ、ゆっくり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 、はい、開けるのかなと思ったら、ここですね、この部分ですね。で、この部分を動かすことによって裏蓋が最初壊れちゃったのかなと思うほど、こんな形で開きます。ということは、これブローニーフィルムの何版なんですかね。ちょっとこの辺がね、畳むときちょっとシワになってるのでちょっと不安ですけれども、ブローニーフィルムの、を使う、はい、カメラですね。はい、 6×9 何ミリですかね、9ミリかな6×9?6、6、4、5じゃなくて、何ミリでしたっけ何しろ、はい、6、4、5なのかな、ちょっと待って、ね、この大きさですね、この大きさで撮影できるカメラだと思います。で、見ると、うん、撮影できそうな感じですね。撮影できそうな感じです。なので、このカメラ、一体どういうカメラなのか、そしていつ頃の時代のものなのか、おそらくですね、私が知るカメラでは相当古いカメラだと思います。もしかしたらそうですね、バルナックとか同じ年代になるのかな。はい、見ていただくと分かるように、これ非常に美しい、しっかりしてるんですよ。で、多分こういう風に持ったんでしょうね。取っ手がついてますよね。さすがに私もフィルムカメラいろいろ、構ってきましたけど、このカメラのこの年代まではちょっとわからないんですね。ですので、ぜひ皆さんこの情報あったら、おそらく皆さんの方がずっと詳しいと思いますので、寄せていただくとありがたいです。撮影できますね、これね。ねえ。レンズもね、どうなんだろう。多少曇りはあるけれど、割と思ったよりレンズ綺麗ですね。多分これ撮影できますね。ねえ、撮影できたらちょっと面白いですよね。どんな描写をするんだろう。なんか栗林写真機さんかな、栗林さんっていうところがちょっと出てきたんですけども、当時この手のカメラ、結構検索すると出てくるんですね。なのでまあこういうカメラが流行った時代があると思います。ですので、はい、このカメラの情報、はい、教えていただくとすごく嬉しいです。はい、今日はですね、蛇腹のカメラ、ハードオフのジャンクで、購入しました。値段はですね、冒頭でスライド見ていただくと分かるように1100円だったんですね。でもね、歴史的な価値もあると思うんですよね。もし映せなくても持っているだけで、ちょうどここが立つのでね、ちょうどこういうふうに立つんですよね。はい、歴史的な価値もあるんじゃないかなと私なんかは思います。はい、今日はですね、はい、ハードオフジャンクで見つけた、セミファーストというカメラのご紹介でした。皆さんからの情報をお待ちしてます。最近ですね、コメントの返信ちょっと遅くなっています。コメント拝見してますけれども、時間のある時にですね、コメントよく読ませていただいて、ご返信させていただきたいと思います。はい、ぜひいいコメントをお寄せください。今だからのんびりフィルムカメラのひとりフォトでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。さよなら。